こんにちは、アリフイクバルです。 WNS ニュースをお届けする時間です。アラサカ市主催の祭りで起きた花子アラサカ氏の誘拐未遂事件について新たな事実が判明しました。現場からの情報によると、犯行グループはパレードの盛り上がりピーク時を狙い、花子氏の乗った山車を襲撃、その後制圧するに至った模様です。よりのぶ荒坂氏の指揮する荒坂社精鋭警備部隊が速やかに犯人らを追跡。花子氏は無事救出され、心身ともにご無事とのことです。よりのぶ氏は声明を発表し、犯人らの非道な行いを非難するとともに、迅速な報復措置を取り行うと宣言しました。我らが荒坂家に危害を加えようとする不届き者よ、よく聞いておけ。我々はその手を切り落とし、傷口に塩をたっぷり塗りたくってやる。もっと、こいつはかなりご立腹だな。なんとか、いらっしゃい。ただの、アフターライブは街で名の通ったやつしか。準備はいいか。ローグはいつ来てもおかしくない。何をやっても入れてくれやしない。もう一度確認だが、ローグとスマッシャーのことを話すだけだよな。その後は、俺にハンドルを返すんだよな。そのつもりだ。そう心配すんなって、この体は大事に扱ってやる。正直もう後悔してる。罪悪感につけ込んで言うこと聞かせようってわけか。荒坂タワーで見殺しにされたことを思い出させるんだろう。ローグはあの時俺が死んだと思ってたんだ。そもそもそんな汚い真似するかよ。その必要がない。じゃあ色仕掛けで行くのか。ローグは俺にノーとは言わない。決してな。OK、 やるか。待ちわびたぜ。あれ、なんか雰囲気が変わった。髪型かな。ついに帰ってきたぜ。ねえ、何言ってんの。何にする？テキーラオールドファッションにビール少々、唐辛子入りで頼む。シルバーハンドスペシャル？久しぶりの注文ね。待ってて。ライダー、名前に聞き覚えは。タトゥー屋さんでしょ。どうして彼を知ってるの。昔馴染みでね。どこにいる。店はワトソンのパーシング通りよ。それで？もちろんさっき言ってた方にしてくれ。はいよ。
ジェレミア・グレイソン、スマシアの手下かし、誰に聞いたかは忘れてくれ。お前誰だっけ。ああ、そういやグレイソンとはある意味兄弟だな。ルビー・コリンズって女、俺の後にグレイソンとも寝たらしい。左か。付き合ってらんねえよ。あんた、ルビーか？え？私を知ってるの？もちろん知ってる。一緒に来ないか？噂が本当か確かめたい。その前に、こっちを片付けるから。諦めるんだな。勤務中なんだよ。懐かしい感覚だ。外で待ってるぜ。私に何か用？このままうちに来ないか？ハロー、ナイトシティ。リン。毎朝そうやって血を吐くのかね。頼む、他の話をしてくれるか。いいだろう。あんた最初に会った時からどうも懐かしい感じがしたんだ。ジョニーに聞いたんだな。ああ、俺たち、その…いや、あの野郎ベロベロでね。ケイさん早く連絡が来た。
もちろんあんただと思って出たんだ。話の内容を聞いてついに行かれちまったかって思ったよ。それでその行かれた奴がどんな顔してるか見に来たってわけか。ああ、そしたらジョニー・シルバーハンドがいた。なんか変な感じだよ。ジョニーの存在を認識してる人がいるってのは。あんた顔が変わってきてる。まだ B のままだけど、あの意地悪い笑い方、私にはわかる。話し方、動き方、タバコの吸い方も。俺は吸わない。知ってる。二人を見間違うことはないよ。だから安心しな。ジョニーからスマッシャーのことは聞いたか？ああ、ナイトシティに戻ってたとはね。ジョニーが糸口を見つけた。確かグレイソン。ジェレミア・グレイソン、スマッシャーの手下だ。何でもストリッパーから聞いたんだとさ。手がかりはエブニケって単語だけ。とにかく調べてみるとしよう。あの野郎だけは逃がさない。スマッシャーが今までどうしてたのか知ってるか？2023年の荒坂襲撃後に姿を消し、死んだと思われてた。そしたら突然また現れ、いくつか荒坂の仕事をしたかと思うと再び行方不明。その後見た者はいない。少なくともグレイソン以外はね。俺にも手伝えるか？その状態で何の役にも立たないよ。何か分かったら連絡する。分かった。あいつがこの頭のどこかにいるなんてね。作用がここまでとは思わなかった。ついでに他のものもいろいろ飲んでなきゃここまでひどくなかっただろうな。なんで俺が吐かなきゃならないんだ。まあ人生は不公平だ。ほんといいタイミングで体から出たよな。出てやっただけでも感謝しろ。もちろん感謝してるって。ほら見ろよこの笑顔。ああ眩しいくらいだ。じゃあ行くか。どこだ？カーペットにしこたま履いてもお咎めなしの場所だ。俺たちは贅沢言えねえだろう。で、少しはマシになったか？全然。
V、エブニケのことが分かったよ。いくつかつてを当たってみたところ、グレイソンの名前に聞き覚えがあるやつがいてね、いろいろ探ってくれたのさ。とある不当が怪しいと分かった。メイルストロームの島で。エブニケって名前の由来は、大昔に死んだ市長とは関係なさそうだが。それがあるんだよ。不当にある古い貨物船がその市長の名を冠して。グレイソンを見つけたのか。奴とスマッシャーとのつながりは。アフターライフに来な。そこで話そう。わかった。何かいる？そうそう、あの子にもあげたんだった。ああ？ B、 協力者のクリスピン・ウェイランドだよ。 B、 スマッシャーを探してるらしいな。準備はいい？道中で話そう。一緒に来るんだろう？いや、俺の出番は終わった。スマッシャーが死ぬのを見たくないのかい？見たいさ。でも遠くからでいい。あいつは死んでも生き返る厄介なやつだからな。ああ、本当の悪党ってのはなかなかしぶといからね。行くんだろう？行こうか。幸運を。え、何かいる？いいじゃない。行くところがあって。また後で戻るかい？分からない。待たなくていいよ。ウェイランドは何を手伝ったんだ？グレイソンがちゃんと家にいることを確認してもらったのさ。アポなしで行くわけだしな。持ってきたものがある。来てみろよ。ジョニーのジャケット。俺が着てたら誰かさんと間違えないか？それは大丈夫。レプリカよ、特注のね。本物は大昔に灰になっただろうから。ありがとう。乗って。やっとマシな格好になったな。私のことはなんて？ジョニーとはよく話すんだろう？ジョニーがするのは自分の話ばかりだ。ふん、だろうね。あんたは本当にいいのか？なんだい、おじけづいた？ただジョニーに乗せられたんじゃないかって。アダムスマッシャーはあいつの問題だろう。ふん、そう思う？フェアにやりたいだけだ。あんたは今までスマッシャーに出くわさなかったんだよな。何度か話題には上ったけどね。ならどうして探そうとは思わなかったんだ？ジョニーが戻って事情が変わったんだ。わかるだろ？ああ、そうだよな。そうだと思った。続きはまた後にしようか。さて、車はここまでだ。グレイソンとスマッシュを一度に片付けられたらついてるね。
野郎はこの辺りに隠れているはずだ。ねえ、作戦は？ウェイランドがグレイソンを見たとき、誰かと一緒にいた。スマッシャーか。だといいが、まずはメールストロームのデータ端末だ。スマッシャーの情報が見つかるはず。倉庫を目指すとしよう。データ端末の場所は一体どうやって調べたんだ？私が仕入れたのさ。外部データベース、アテナ D3。 メールストロームと仕事してたとは。誰とでもやるよ、こっちの条件に合えばね。50年も経てばいろいろ変わるんだな。準備は？ OK、 始めよう。この辺はネズミが多いから、もう少し暗くなるまで待った方がいい。スマッシャーかグレイソンが現れるかもな。かもね。でも昼間に見つかるような真似はしないだろう。よし、もういいだろう。メールストロームと遭遇したら援護は頼んだよ。さあ、行こう。緊張してるな。念のため援護してやれ。考えがある。少し待ってからついてきな。開けられるかい？よし。音を立てるな。敵がいる。静かにデータ端末まで行くんだ。
そうだな。こうなったらやるしかないだろう。わかった。あれだ。スキャンして使えそうなものを探して、ドアを見張ってる。居場所はとっくに分かってるくせにためらってるな。やっぱりまだあの野郎が怖いんだ。後悔することになるぞ。今にわかる。船に隠れてるようだな。よし、調べてみよう。右に向かうんだ。エヴェニケ号、冴えない船だな。中はもっとひどいよ。行こう。甲板を調べよう。了解。どうして付き合ってくれるんだ。蹴りをつけたいからさ。ジョニーの仇？それもある。あんたを襲った連中はこいつらか。プロの仕事だった。本当にその時の品なのか。679275PN1H。 私も行方探しを依頼されたんだ。それでも隠し通すなんてなかなかやるじゃないか。おい、もうそろそろいいだろう。いい加減クソ野郎を倒しに行くぞ。社会は完全に壊れている。我々はエゴに囚われ、この世に絶望した孤独な個人のように。
まるで処刑だな。フォローポイント弾で至近距離から撃たれて。こいつはスマッシャーのやり口だ。録音データみたいだな。再生できるかい？ああ、やってみる。こんなことして何になる。さっさと野郎を見つけて片付けるぞ。誰が後ろについてるか知らないが、マロリに何かあったら。24時間野郎、それまでにナイトコープとの取引から手を引かなければ女は死ぬ。おい、わからないのか。俺一人を脅迫したところでミリテク役員全員を操れるはずが。だからお前を脅迫してるんだ。24時間だぞ。これが企業の日常。表では笑顔で握手し互いに尻尾を振り合ってるが、裏ではスマッシャーに銃を突きつけられてる。残り時間は1時間。計画は失敗だな。思った通りだ。じゃあ何のために女を。あと1時間で死ぬ。それだけのこと。なんでこんなのを残したんだ。グレイソンがスマッシャーを揺するためにやったのかも。グレイソンを買いかぶりすぎだと思うぞ。マロリーってのはさっきの遺体かもね。いつ殺されたのかもわからない。スマッシャーにはこれが日常なんだろう。銃じゃない。グレイソン。なんだよローグ。俺たちは仲間じゃなかったのか。まあ別に驚きやしない。裏切りはお前のお箱だからな。スマッシャーはどこ。卵みたいに頭をかち割ってやってもいいんだぞ。その後も少しくらいは話ができるだろう。別に黙ってるつもりもない。なあ、不思議に思ったことはないか。アラサカタワー襲撃後、なぜローグだけが生ける伝説になれたのか。アトランティスの他の連中と何が違ったのかをな。輝かしい肩書きと快適な暮らしはただじゃ手に入らない。誰の何をしゃぶったらここまで成り上がる。一体何の話だ。動揺させようとしてるのさ。まだ逃げられると思ってるようだね。スマッシャーはどこだ。アラサカの連中と一緒だ。分かりきったことだろ。いつ戻ってくる。来ない。中心アダムはあそこの警備責任者に任命されたんだ。こんなところに戻ってくるか。
俺は後片付けのために残っただけだ。クソ、ざまあねえな。お前らなんかじゃスマッシャーには手が届かない。だが安心しな、向こうが見つけてくれる。面倒は自分で片付けるのが好きなんだ。スマッシャーのところまで案内してもらう。無理な話だ。あいつは俺を信用しちゃいない。なあ、なぜお前らはスマッシャーを探してるんだ？スマッシャーはどうでもいい。シルバーハンドに何があったのかを知りたいだけだ。ジョニー・シルバーハンド、何が知りたいんだ？なぜシルバーハンドの銃を持ってたんだ？お前もファンか？スマッシャーにもらったのか？特別な仕事を成功させた褒美にな。スマッシャーはシルバーハンドの死体をどうしたか言ってたか？なんだ、墓でも掘り返す気か。ソウルキラーにニューロンを焼かれ、自分のションベンにまみれて死んだとよ。死体はどうなった？バットランズの油田近くに埋められてる。101号線を北に行き、埋め立て地の方を目指せ。十分深く掘りゃションベン製菌の腕が見つかるかもな。もういい、始末しろ。さっさと終わらせな。顔を見てるだけで吐き気がする。待て、シルバーハンドを追ってるんだろう。いいもんがあるんだ、あんたにやってもいい。今日は運がいいな。 B、 甘いんじゃねえか。約束したものはコンテナの中にある。あっちのクレーンだ。中身は何だ？開けりゃわかる。ほら、アクセスカードだ。まったく。くそ、無駄骨だったね。結局何の手がかりもつかめなかった。おい、B、行ってやる。ジョニーはただ恨みを晴らしたいわけじゃない。なら他に何がある？あんただよ。あんたとやることに意味があるんだ。だから元気出せって。くだらな。スマッシャーは。スマッシャー？ B、あんたはまだ現実がわからないのかい？あいつは氷山の一角でしかない。あいつを始末したところで一体何になる？私の用は済んだ。帰る。興味ないのかよ。まあ、もういい。一人にしてやれ。いずれは落ち着くだろうが、こういう時は一人になりたいはずだ。ああ、分かった。どうにかしてあのコンテナを降ろすんだ。俺のものが入ってるなら取り返したい。じゃあ、制御盤を探すか。
たぞ。何のことか分かったぜ。じゃあ見てみますか。布を取ってみろ。よし。俺の車だ。乗れよ。特別に運転させてやる。いい音してんだろ。ああ。よし。じゃあこの俺が埋められた場所を見に行くとするか。ローグとそこまで深い仲だったなんて知らなかった。やばいほどにな。俺たちが会う時は必ず誰か死んでたくらいだ。それはまたロマンチックだな。お前らしいよ。毎日目まぐるしく過ぎてった。向こうは傭兵で俺はロックで忙しかったからな。平凡に過ごしたことはなかった。でも一度ローグを映画に誘ったな。それで結局行かずじまいだ。よくあったことさ。この辺にあるはずだ。わざわざこんなとこまで運んだとはお手数なこった。俺が捨てられたゴミ捨て場よりマシだろう。シンボルなんて本当に必要か。ないよりはな。ここに来れば賞を一つ終えられると思ったんだ。昔のシルバーハンドに別れを告げ新しく始めるみたいにな。実際はどうだ。初めからいなかったか。まだ神輿の中にいる気分だ。今から残せばいい。シルバーハンドここに眠る。
ビー。俺の命を救った男。ビー、俺だってそれが現実になってほしいと思ってる。俺はたくさんの間違いを犯してきた。信用してくれた人を裏切ったり利用したりしてな、世間知らずで自分勝手な男だった。でも唯一お前との関係だけは壊さずにここまでやってくることができた。ジョニー、別に俺は気にしてないって。分かってる。でも聞いてくれ。俺が友達だと思ってた連中は同じ部屋にいることすりゃ耐えられなかったもんだ。ってことはお前はどんな友達より身近な存在だ。24時間一緒だからな。しかも俺を死ぬほど嫌ってはいなさそうだ。最初の頃は本当にクソ野郎だったよな。それはお前もだろ。ビクタンとこで最初に起きた時のことを覚えてるか。幻覚が見える、怖いよってな。お次はミスティンとこで死にたくないって嘆いてた。お前がタバコ吸いたいってダダこねて俺を殺せないことに怒ってたのは覚えてる。その俺たちがここまで来るとはな。まだ頭の中は居心地悪いか。いや、快適とは言えないが変わってきた。起きた後しばらく自分が戻ってる感じがする時がある。え？戻ってるって？この体が自分のものになっちまったような自由な感じだ。それでほんの少しの間何か大切なものをなくしたような気分になる。その後いつものようにお前がいることに気づいて、わけわかんねえ安心感が体中を駆け巡るんだ。俺も時々似た夢を見るよ。お前は死んでなくて俺がお前なんだ。ジョニーならどうするだろうって考えながら動くわけでもなく、ただ自分が好きなことをやってる夢。やっとこの世界に馴染み始めたって錯覚に陥る。そいつはいい兆候じゃねえな。早く何とかしないと。さっき言ってた失望させた友達ってローグのことか。ローグ、オルト、ケリー、サンチアゴ。少なくともローグはまだ挽回できる。50年間何も変わらなかったようなふりして突然あいつの人生に入り込めるか。もう入り込んでるだろ。まあな。昔あいつを映画に連れてくって約束したんだ。いい考えだ。いつなら空いてるかローグに聞いてくれるか。ただまた俺と代わってもらうことになるが。それを忘れてた。思いつきだ。無理は言わない。分かった、行こう。長いしても仕方ねえしな。来た甲斐はあったか。もちろんだ。ありがとな、ビー。俺が入ったのが他の誰でもなくお前の頭でよかったよ。やばな。